子さんや結婚式など晴れの行事に伝統の雰囲気を盛り立てる着物。最近の着物ブームに現代人の伝統に対する欲求を見ることができます。日本女性を一番美しく見せる着物をもっと日常化させようと、着物の女王コンテストも開かれています。美しい風土が織物を生み育んできた京都。伝統の町西陣は今日も機織りの音に包まれています。人間国宝北川平郎さんは奈良平安町の布地を丹念に調べています。その織り方を読み取ることによって王朝時代のデザインを現代によみがえらせるのです。古いものを正しく受け継ぎ、それを新しい感覚で追求し創造していく厳しい目。織職人の今井翔太郎さんも織物一筋に生き続ける伝統の守り手です。一旦の織物を織り上げるのに一月もかかります。そうした織物への献身が深みと光沢と優雅さを作り出してきました。北川家は王朝時代から代々宮廷の装束を織ってきましたが、平郎さんは失われた織物を復活させた技術で人間国宝に選ばれたのです。伝統を研究する伝承者と技術を受け継ぐ熟練した職人が一体となって織りなす絹の手芸。日本の自然が育んだ絹、日本美の象徴ともなった絹織物は時代を超えて人々の心を捉え、現代の生活に優雅な色彩を添えるのです。